スタートステースタンバイ、ホーム側は香川県です。矢橋大輔、内原隼人、青野正弘、正野栄作、バック山形県、小屋隆明、近田隆文、矢口祐希、吉田哲司、それぞれ4名の交代です。そしてスタートしました 4km チームバンシュート予選は第4組へと進んでいます。ホームからスタート香川県、バックからスタート山形県。さあ、かなりここは前踏んでくるような形で山形、そして香川も今4コーナー回ってくるところ。今一周回ってくるところは、この突っ込みはここまでの中で一番速いかな、32秒の前半というところ。昨日のゴールでも活躍をしました選手を擁します山形、そして、ホームからスタートの香川の方はインターハイ上司などでも、素晴らしい走りをした。そして香川のタイム、自分自身のタイムをどんどんと詰めてくるような上り調子の選手も多く含まれます。時計は1分を今回って、1キロのスプリントは1分13秒4秒だというところか。ここまでのスプリントもここまでの組では速い、タイムを刻んでいきます。現在スプリット的にはホームの方が速いタイムを刻んで、1キロから2キロへというところですが、隊列きれいに整っています山形チーム。後半に向けておっと、そして香川チームがちょっと3走4走の車間が空いて、このままの状況で3名体制になった。さあ、1周のスプリットが現在27秒前半というところを刻んでいます香川チーム。ペースアップのところでの3名体制、これは予定通りか若干早いのか。一方で4名体制きれいに整えています山形。ここまではきれいにペースを維持して、そして上げてきています。27秒前半のキープというところで回っている香川。吉祥寺で折り返って、この新宿に向かって吉祥寺で折り返ったところから井の頭に乗って久我山と大変来る。さあ、回ってくるところで今時計は2分46秒から7秒というところを回ってきます。さあ、4分40秒前後というところ、ペースをこのままの状況をキープできるか香川。に向かってさらに山形を追い込んでくるような状況になりました。さあ、依然27秒台前半というところをキープしています。一戸建てか、一戸建てを借りてるの、会社が作るの。直線のところもう見えているかという状況になる。まだこの後の周回回ってくるところ、残り2周回になる。会社の取りたの、会社の取りたの。さあ、もう後ろに迫ってきているような状況になった香川。追い越しになります。山形チームは暴れないようにしてください。山形チームは交代をしないでください。さあ、残り1周の合図となるところ、会社名いいからね。さあ、残り1周の合図を受けるところ、まもなく香川チームはフィニッシュになりますが、香川チームフィニッシュの後、後方山形チームがいます。
じゃあありがたいよ、嬉しい人もあったらいいわ。さあ時計は神奈川チームが4分38秒台で現在止まって、最終も4分40秒切るかというタイムで入ってきた模様。終始27秒前半という1周のスプリットをキープして、香川が綺麗にタイムをまとめてきたような形になりました。ただいまの記録、香川4分38秒531、4分38秒531、バック山形4分54秒219、4分54秒219です。